はい、えー。皆さん、こんにちは。こんにちは。ありがとう。一本、はいえー。今回はあ、もう長年、もう結構もう古いお付き合いになりましたね。もう10年以上。おお、ですね、えーお付き合い。はい。お付き合いさせております、マックス・フォン・シュラー先生をお招きいたしました。えーはい、マックス先生は、元海兵隊で、歴史研究家でおいでになって、はい、で、ドイツ系のアメリカ人ということであります。すえー、1974年ですから、もうずいぶん前に、 えーにえー、日本に来日をされまして、そのもう,、ね、もう50年ですね。もう50年ですね。ねえ。<laughs> 映画俳優にもなってらっしゃった時期があったっやりました <laughs> ね<え>あの。一番自慢の方うは、鶴岡西8番。はい。鶴岡西の8番。はい、えー、で、えっ、ー、と、YouTube でも、軍事歴史がマックスわかるっていう、えー、チャンネルを持っておいでになりまして、こちらの方は、下の概要欄の方で、 ご覧いただくことができようかと思います、はい。ありがとうございます。で、この度、マックス先生が、なんと、素晴らしい本をご出版されたということで、この本の紹介を兼ねまして、今回の録画ということになりました。はい、日本を弱,、えー、弱体化させる、ワシントンの陰謀を潰せという、こういうタイトルでございまして、うん、先生、この本は、どういう内容の本になるんでしょう えっと、そのグローバリストの活動とはっきり話しますし、あの、LGBT とかなんかそういういろいろね、それで新米報酬に、これから日本とアメリカ、どういうふうに、本当にアメリカに付き合い、付き合えばいいとかなんかね、あの、私もね、これ縦作戦っていうと、あの、これから日本の軍隊をどうしたり、特に、まあ、海部、 これ全部僕の有名ですけど、本当にできるかなとか。まあ、陸上自衛隊が45万人とかなんかね、潜水艦が60隻とかなんかね、それがあるといい,い,いからね。なんで私60隻って言うと、あの、軍隊で3つ、3のルーがあるんですよ。はい。だから、いつでも20隻の潜水艦が巡回してると、やっぱり60隻が必要。 そういう、そういうことを話してる。ジェイソンも自分の意見を出してます。ジェイソン・モルケン先生ね。あの、彼と私、私昔友達ですよ。そうなんですかそう。で、彼もね、アメリカ南部ですよ。ああ、ああ、ああ、ああ。ルイザーナ州。だから、あの、まだね、アメリカ南北戦争の気持ちちょっと持ってるんですよ。やっぱり敵がワシントン。<laughs> まあ、南北戦争すごい、皆さん知らないかもしれない。日本では、激しかった。 激しかった。で、でん、私の家族の伝説は、私の戦争が南軍で戦った。生まれはシカゴでも、いたでも、うちの家族が南軍。モーガン先生あって、そういう話して、もう起立して、わ私握手して、あの南,部南軍の,あのベトルの子孫で、私名誉ですとかなんかね。 で、今、そうですね。今、アメリカもね、すごく、もう、もう今、だいたいもう4年近くのバイデン政権で、もうおかしい。本当に変になってるんですよ。で、最近ね。うん。はい。異議の動きがあってるんですよ。はい。ケー、okay、今、ウクライナ戦争で、これ知ってるかどうかわかんないけれど。はい。ウクライナ戦争で、ウクライナ本当に負けてます。皆さん、日本の報道で、ウクライナが勝ってる。な、うん、な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 、全然負けてます。うんうんうん で、問題は、あの、長距離ミサイル。うん。アメリカのアタカムスミサイル。で、英国のストーンシャドウミサイル。はい。で、これを、あの、今までね、例えばクリミアとかなんか、クリミアが昔一応ウクレイナだったけれど、うん、クリミアにクレイニア人ほとんど住んでない。みんなロシア人。で、それ2014年ロシアがかもう取りましたよ。東京があって、住民票あって、で、 95%、98%ぐらい、ロシアと合併したい。うん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 。え、なんで、その黒海の方に、やっぱりサ、サバストフ、スラスコ、でっかい、うん、ロシアの海軍基地。で、それ、地中海に入るか。はい、これ、ずっとアメリカとエコフ、狙ってるん,んですよ。あ、そういうこと、はい、そういうこと松森要塞っていうのは、もう本当に、第一次世界大戦も、第二次世界大戦の時にも、大激戦区。 そう,そうですよね。はい。すごい戦いもありましたから。えーね、だから、今でもオバーマ政権とか、前にオバーマ政権とか、そういうの習ってるから、まあ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 。あの、で、今ね、あの、ウクライナがロシアにいじめして、あの、東部の独立になったルガンスとドネテスのところにいじめして、大砲撃てて10万人が逃げて、それロシアがあと2月の、あ2月、えっと、2020年 22年の2月で、もう攻撃しました。うんうん、少し少し消耗戦。ロシア兵ほとんど死んでない。大体、ロシア兵が死亡すると、10人のウクライニア兵。もう今、ウクライニア兵が8万人ぐらい亡くなってますよ。ウクライニアが、それなんか、ロシアの本土に対してのテール攻撃。うん、で今までこのアメリカのアタカームスミサイル、うん。と英国のストーンシャドウ。例ってクリミアで使ってると、ロシア反動してない。 でもね、これが2014年の前の国土に打ちましょう。はい、モスクワとかペトタブルクとかなんかね。へぇ、えー、そう。本来、うん、は、ウクライニア人がこのミサイル一応持ってるけれど、あの、撃つことできない。うんうん、コンピューターがプログラムすごい複雑<ー>。アメリカの兵隊、それとも英国の兵隊がやるしかない。そしてそれで飛びながら、うん そのガイデンス。うん、エ星ス使ってるんですよ。でも、ウクライナは衛星ない。だって、これまたね、うん、アメリカの衛星、それでも英国の衛星。おこうミサイルが飛んでいくときに、ちゃんとこうガイドしないといけない。<で>その衛星っていうのはアメ,、ね、アメリカ、イギリスしか持ってないってことですね。それでも、ロシアの方の武器すごい進んでる。今、防空システムすごく進んでますよ。何回もウクライナからの本土のお箸があるんですよ。ええー。 開発しがある。だいたい10本撃つと、1本しか足らない。9本が通せるよ。ロシアから。<ー>ね、まあ、でも、ピューチンも言ってるんですよ。例えば、モスクワとかペテーテルブルクとかなんか撃つと、そのもう2014年前のロシアに撃つと、これが NATO の戦争です。うん、NATO が、うん、ロシアでロ、ロシアが反動します。2ヶ月前に、 英国大使読んでて、はいいや、本土でも、英国の本土でもしますよ。はい、で、これが核かもしれない。というか、世界核戦争になるかもしれない。で、10日前に英国の首相が新しいの首相、キ、うん、ル・スターンラ、はいね、ー、ワシントンに行って、アメリカに行って、うん、その強化、一応、ストーン・シャドンでも英国の部分によって、 アメリカから入ってるんですよ。うん,うんうん。だから許可必要だった。うんうん、うん、で、バイデン大統領は NO って言ってて。うん。私もね、あの友達 YouTube で最初バイデン褒めてるけど、バイデンやりたくてしょうがない。実は。アメリカの外務省もやりたくてしょうがない。英国の政府もやりたくてしょうがない。あれがオースティン、オースティン、あの、防衛長官が NO、うん、って言ってる。 ああ。で、これ、ペンタガンの方が、ロシアとコミュニケーション取ってますよ、ペンタガン。うんうんうん。アメリカ軍隊はいはい。アメリカの政府、バイデン政権が、ロシアとコミュニケーション今ゼロ。でもね、あの、ブリンケン国務長官がやりたい。はい、オースティンがノーって言ってて、あの、またアメリカ時間で26日、今、ゼレンスキーアメリカ行ってる。はい。あの、クレミア大統領。えー、彼がもう一度、再び、この教科を聞くみたい。けれど、 ペンタゴンの方が、いや、もうこれからウクライナにも援助できません。うーん,ん,ん,、うん、うーん、うで、ウクライナがもう交渉するべき。できるだけ。で、そういうの、ロシアにテロ行為とかなんかそういうのも、同時にもしない。いうんうん、これアメリカね、物大統領がトップ。うん、で、国務長、防衛長官が大統領に命令するの方はないんですよ。 うんうん、うん、でもね、今回はやっぱりペントコンがこういうの行動すると世界核戦争すごく危ないから、で、もう私元軍事で勉強していますよ。核戦争だったらどうなるとかなんかわかりますよ。うんうん,うん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 。長崎さんは大丈夫、イブラギ県の南だけど、あの横と基地に核を落とすんだったら、私杉並ですから中央線の真ん中に放射物質、うん、放射能の放射物が来ますよ。 でうちに、うちにね、赤ワインの,あのストックありますよ。財布ありますよ。<ん>だって一朝で赤ワイン飲むと保射の病に助かるってことから話あるけど。本当かなでもね、妻にね、本当に言うんですよ。もし過去戦争あったら、お風呂場に水いっぱいとかなんかね、うん、布団の方に家の,あの1階の真ん中のつろに。うんの袋に あの、寝室じゃなくて壁の近く、外の壁近くじゃないで、え、期間出てダメ。そトーらい、も、私若い時は、一週二週間が出てダメって言われたけれど。うん。どうかな。だから本当にこれ、英国とかなんかね、今、あの、ブリンケン政権とか変なことやってるよ。うんう,んう,んうん。で、ブリンケン、本当にね、頭悪い。もう <laughs> しようか。うん。あの、バイデン大統領になったばかり、私覚えてるバイデン大統領が、 サウジアラビア。はい。来ました。リンキンがサウジたちにすごい LGBT とか励ましたんですよ。ウジの国はね、ゲイだったら死刑、うんで。それはその国でしょうがないんですよ。うんうんね、で、トランプの方もいたときに、サウジすごく仲いいとか、一緒に、あの、向こうのモハメル・ビン・サルマンと、 刀の踊りとかなんか、トランプもやりましたとかね。それすごくなんかいける。バイデンに行って、その後、じゃあ、石油をドル以外の通貨で売りますとか、ループでも OK と、中国の元でも OK とかなんかね。うんうん、大災害ですよ、このブ献。ンケン。そらそうだ。ねえ。うん。長官としてとか。アメリカの立場世界中すごく落ちてます。落ちましたね。 本当にこの4年間でもと、もう本当にアメリカの信用も国力も地に落ちたと言っていいかなと思います。はい。ねで。ちょうど今ね、おなげさんの話の前に、朝起きてちょっとモレノウイスに聞いてて、はい、あの、ウェストポイント。ウェストポイントから陸軍大学ね。はいはいはい。で、昔の軍事のことを勉強してる、あとエンジニアリングというかなんか、やっぱり工事とかなんかね、例えば橋を作る方とか、はい、あとは橋を爆発する方とかいる。 うん、今ね、結構、多様性とか、なんか、LGBT とか、なんか、で、アメリカの教育、そればっかりになってますよ。ええー、そう、そう。あの、本当に LGBT のことばっかり教えてる。あとね、あの、これ、1619年プロジェクト。はい。1619年、初めて黒人通りがアメリカに上陸。うん、はい。はい。これがアメリカの歴史の始まり。はそう。 で、全部黒人の立場から教える。はあ。で、私もね、歴史好きですから、うん、特に高校生で深くアメリカの南北戦争を勉強しました。深くね。で、やっぱりどれの自由させるためじゃなかったんですよ。で、これアメリカで言うと、うん、もう殺せるかもしれない。そこまで言ってるんですよ。そうなんだ。そう。で、<お>絶対、私出版社に一回言ってたんですよ。ある出版社に。はい。 私、その本に書いてるんですよ。はい、で、アメリカだったら、これ、出版社の事務所の前で暴動を起こりますよ。はあ、僕も実は南北戦争のことをね、書いたりしてるんですけど、現実問題として奴隷奴隷言うけれども、実際には、うん、あその黒人,さ黒人の奴隷たちは、ジャズバーに行って、 自分たちで楽器の演奏して、<あ>一杯飲みながら楽器の演奏を楽しんだじゃないかと。と<あ>いうのは、なぜできたのかといえば、それはちゃんと給料もらっていた。ちゃんと賃金もらって労働していた。うんはい、だから、奴隷という形ではあるけれども、いわゆるこう、無知で縛き上げながら1円も払わないで、もう骨,、うん、骨,骨と皮ばかりになってもまだ働かされるような、そういうものとは全然違っていた。非常にそういう意味では、南部の人たち、暖かかった。 あの、うん。あの、結構いろいろ複雑だって言って、黒人、黒、うん、人の南部の方でも、どれ持ってたんですよ。うん,うん。なんですよ。数人、うん。うん、うん。まあまあまあ。まあ、それはね、今、アメリカの歴史の中で、こういうの、一つのすごい複雑なことになってますよって、あの、もう、上位してますよ。あの、マイノリティと LGBT の人とか、ね。全然自由の国じゃないじゃないですか。<laughs> 全然。全然。今、アメリカ自由じゃない。ね だから今から選挙向かってる。もうどうしてもこの選挙で争いになりますよ。争いになります。あのもう普通の選挙だととってもやっぱりトランプより、普通のメ選挙に2つの大きな問題。1つはインフレ。はい。生活できない。うん,うんうんうん。で、もう1つが移民。移民、はい。インフレと変わる。フー移民はバイデン政権で1000万人。うん。 1000万円が入ってますよ。で、今ちょうどもうね、あの、私も今度ね、あの、勉強会、あ、9日九日、東京、はい、文京区シビックセンターで、勉強会。ああ<ー>、ね、シビックセンター、はい。あの、タイムズ・リズィしてますかえウジイさん。ウジイさんあの、日本人だけど、英国の住まいが長いからね。 で、英語フィラブルの二人でコンビでやってますよ。へぇー。もう一つこの、僕このあの、難民の話、意味の話しますよ。で、これは一千万人の中は、ある見積もりで7割ぐらい犯罪者。7割が犯罪者そう。とんでもないじゃないかだからベネズエラーとかなんか特に一番有名が、OK、トレンドアルゴア。これスペイン語。このベネズエラーのゲイン、はい。はい。 あと、中米のエルサルバドル、MS13。はい。これも、エルサルバドルのゲンが、アメリカに渡ってます。はあ<ー>。で、結構ね、あの、ゴートもやったりしとかなんかね、いろいろもうゴートもやったり、あと、場所も乗っ取ろうとしてるよ。うん,うんうんうん。今ね、コロラド州、オロラという町、はい、オロラがデンブルの郊外。はい、みんな、日本人みんなデンブル分かる。で、そのデンブルは常オロラ市。 電かあの40万人の街。はい。で、そこで建物を乗っ取ろうとしる。このビデオがあるんですよ、ネットで。おお<ー>。ブスを持ってる。拳銃とかなんか長い銃。お<ー>で、部屋に入ってる。ドンドン,ドンドンこれが入ってると、住んでる人を追い出す。何人も追い出して、建物の経営者、経営者を追い出して。で、残ってるのを住んでる人たちから、ジムで家チに取ろうとしてるよ。もうのっ取ろうとしてるよ。 で、これもテクサス州エルパソ、ホテルが、一つ、はい、のホテルに取ってた。あとシカゴも、あの、32人のゲームメンバーが建物を取ろうとしてるよ。で、警察呼ぶでしょ、シカゴで。警察の判断は1時間かかった。うん、これがシカゴ普通ですよ。警察減らしてますよ、民主党の政権。で、大体アメリカ大統領が民主党政権。だから大統領、今アメリカはほとんど崩壊。サンフランシスコの大統領の あの、サンフランシスコの、私昔、サンフランシスコ、一年住んだことある。うん。いい街。だった。過去。いい街でしたね。もう40年ぐらい前に、行ったの40年ぐらい前だけど、うん、いいとこだった。本当にいいとこだった。でも今、サンフランシスコのダウンタウンに、何も水が営業中ではない。全部、シャックダウン。<ー>これが、理由は万引き法。うん。だから万引きっていうか。 950ドル以下のものを盗むと、これは犯罪じゃない。ケ、OK、ー。うん、で、それでもうビジネスできないからビジネスは撤退するんですよ。今シカゴだったら、じゃあビジネスから利益取るから悪いからさ、で、みんな,みんな共産主義の考え、マークシスの考え、こういう左人たち。うん。で、じゃあシカゴ市が経営する、こういう食品店ないんですよ、食品店。街から撤退してるよ。 もう今大都市崩壊してるで、国民がもう呆れてるよ。こういうな、あの、ばかりね。で、あの、学校の方に LGBT ばかりで、て、学校の方も、すごい、トランスジェンダーとかになるように励ますよ。で州によって、ミネソタ州、今ね、ティム・ウォーツのヘルスの候補者の副大統領候補、ティム・ウォーツ。はい、彼がミネソタ州の知事。はい。 あの、ルー、ル、法律あるんですよ。もしね、子供が自分、トランスジェンダー。はい。で、親が違うんよ、何やってるあの、はい、その、何て言うの、修行が、競技すると、国が、州が、子供を取っちゃう。さと親に回す。はい、いろんなマスクありますね。スペースエクス。たうね、<私>はい、昨日,、はい、昨日 YouTube 出しました。スペースエクスを、いろいろ言ってる。私、スペースエクス大ファン。ね。 うん、あの、アメリカにトラブルあるけど、これが、一つ上手くいってる会社ですよ。この会社で、あの、ロケットが上がって、着陸できる。再び使える。うん、もう、固いてるんですよ。宇宙開発。うんうん、うん、でイーロン・マスコね、会社の本部、スペーススの本部がカリフォルニアにあった。ええー、はい。でもね、息子の方がトランスジェンダーになったんですよ。うんうん、あ、うん。え、それは学校の、あの、圧力。 学校が教えてるんですよ。だってこれ小学生でもさ、すごく集中してるんですよ。ジェイセックス。それと、トランスジェンダーになりなさいとかなんかね。教える学校の先生は、教えます。そんなこと教えろってどっから言われて、で、まともにそれで教える気になるっていうのは不思議でしょうがないんだけど、うん。なあ、明らかにおかしい。 まあ、オッケー、アメリカの崩壊、私より見てると、だいたいこれが50年ぐらいの行為ですよ。ベトナム戦争の反戦運動がありました。はい,は,いは,いはい、はい、はい、はい。で、ベトナム戦争、私もその時、あの、海兵隊だけど、海軍上部局に入ってて、うん。あの、共産党でスカウトされた。アメリカの共産党。日本で。え<っ>で、これあ、私、山口県岩国に来ててね。ええー、え。で、アメリカ共産党が、 日本にスパイ出した。はい。で、みんな新聞記者のかの真似してるけど、うん。実は共産党。で、基地の外で。<お>で、基地、何をしてるのは、まあ、基地の中で核兵器がある証を探してる。うん。それ、日米安保に邪魔できる。はい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 。あとね、その時、ベトナム戦争だったから、ベトナム戦争から脱走したい。じゃあ、ロシア経由でスウェーデンまで。私、その時、共産の動き、1年間やりました。 はいうん、実は海軍常務局だった。<laughs> すごい。で、それが結構、その時もね、徴兵にならないんだったら、あの、大学で延長、延長、延長。お<ー>大学行って、はい、じゃ大学院生、そしてそれ博士のために勉強してる。うん、はい。で、戦争も終わって、徴兵がなくなって、うん、だんだん、まあ先生になるんですよ、仕事のため。うんうんうん その時からアメリカの大学の先生たちがだん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 最悪。ああ<ー>。だんだんだん最悪、はい。それで、だんだん拡大して、高等学校、中学校とか、小学校でも最悪。で、これが、あの、LGBT に作ろうとすると、これがはっきりっドイツからの哲学ですよ。第一聖火大戦と第二次聖火大戦の間に、フランクフォルト学派がありました、ドイツで。 フランクフルトが終わってですね。はい。で、それでヒットルが権力になった時に、みんなアメリカに逃げた。うん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 。で、一人が、あの、なんだっけ、あのー、あの、ヘルバートマークーセイ。ヘーバートマークーセイ。はい、戦争の後でもアメリカに残ってて、えー、彼がこういう哲学、セックス・マイノリティ、それと、あの、レイス・マイノリティ、民族・マイノリティを利用して共産革命しましょう。 で、トランスジェンダルの方がさ、これ本当に人工性で作ってますよ。これが、あの、やっぱり、ああ、作ってますよ。それで治療かかる。あの、子供をね、6歳ぐらい、8歳ぐらいから、あの、逆ホルモン飲む。男の子は女性ホルモン。女性ホルモン。え男の子があのだあの、女性が男性ホルモンを飲む。で、あと、終身器が止め。 で考えできるよだからこれがアメリカ最悪だ製薬会社ああ。てそこに製薬会社の利権が乗っかってるわけだ乗っかってますあそうすると製薬会社から資金も出るから活動,、うん、活動家の人たちっていうのは潤沢な資金で活動ができるっていうはい、ね、<ー>だからイーロン・マスクの息子がそういうことでなってて はい、で、今ね、あの、法律的にの、あの、行動してるじお父さんが近く来ないように。で、今、女性になってるみたい。なんか、手術してみたい。えそれ、いろんなますがすごくが、これ、すごい残酷で、カリフォルニアに会社の本部いる、自分のスタッフも危ない。スタッフの家族はい、うん。はい、はい。全部テクサス州に移動。はあ<ー>、テクスはそれ、もちろんダメ。ノノ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 しない。ういういだから、アメリカが、本当に二つの国が今、分裂してる。 ですよね。一つは左翼、これは大都市。うんうんうん。真ん中の州が、あの、英語で Red State。Red State はいつも投票がみ、うん、あの共和党。これがもう一つ昔のアメリカみたい。最悪の方が、まあ、ニューヨーク州とかなんかカラフォルニア州。でもカラフォルニア州でもね、うん、本当の最悪が、あの、サンフランシスコからロスマーレのあと海岸に100キロぐらい。 はいはい、それが左、あとが報酬ごく一部ですよね、左は。チリテキニ。チリテキニ、ごく一部。今、カラフォルニア州に行カラフォルニア州の一番北の方に、あのレッド・ワイト・ブループリント。ブループリントがズームに、ね、レッド・ワイト・ブルー、アメリカの国旗の色。えーはい、運動はあるだ。だから報酬的にとッが、だんだんその州の軍の政治家庭になったりとかなんかね、もう撤退しようとしてる。うんうん カ、うん、ルフォルニア、北の州、オーロガン州。半分分裂。ほう、はあ。もう住民票があって。で、それが田舎のところが、隣のアイルホー州に組みたい。合併したい。ポートランド州、ポートランドから離れて、ポートランドが一部しか残ってない。すごい超左になってるんですよ、ポートランド。もう今、アメリカ結構そういう争いですよ。まともなものを、 例えば LGBT を推進するために女性ホルモン飲ませる、男性ホルモン飲ませる。そうすると製薬会社は儲かる。だから自分たちが儲けるためにそういう活動に対して資金を出す。一方、うん、あの保守系のアメリカの、あの、ちゃんとしたアメリカを守っていこうよ。子供たちを守っていこうよっていうとしてる人たちというのは、それは当たり前の、本来あるべき当たり前の姿を普通に主張してるに過ぎない。そう、そうなってくるとそこには、 なかなかスポンサーがつかない問題が発生しますよね。うん。だからこそ今、<え>あの全米の心ある人たちは自分たちでしっかりと立ち上がっていこう、団結しようよということで頑張ってらっしゃると思うんですけれども、一方は圧倒的な資金力でアメリカを解体しよう、事、ま、実、あ、を解体,解体しようということでやってきてる。これもね、日本も入ってますよ。日本も入ってますね。はい。 あのね、こういう活動もあるんですよ。ドライクリーンストーリーアワー。ドライクリーンストーリーアワー。え、ドライクリーンはね、あの、上層する男。あ、はいはい、ドライクリーンね。はい、はいはいはい。え、それが中年の男性が上層する。まあ、オッケーどうぞ、やってくださいとかね。<laughs> あの、<laughs> 私、興味ない。<laughs> でもね、こういうあるんですよ、この運動。幼稚園生とか小学生に、そういう児童書を ゲイになるとか、トランジェンダーたち、いっぱいあるんですよ。出発されてる中で。はあ。OK。で、どこでやると、町の図書館。それ行って、で、それみんなが集まる。はい。で、これが結構ね、あの、報酬の州で争いあるんですよ。報酬の州でね。うん。OK。日本も入ってます。ローマーマ字でコンピュータのグーのグ Google 行ってて、 ドラッグク,クイーンストーリアをロマンジで書いていろいろ出るんですよ。はい、じゃあ、前に東京、東京ドラッグク,クイーンストーリアを入れてありますよ。新宿二丁目、東京の新宿2丁目で、そういう事務所あるんですよ。で、あちこちの場所で、あ茨城みとも行っ,てこ行ったことありますよ、その場所。ほ、oh. それ、子供たちのために、あの、こういうゲイの生活を紹介する、トランスジェンダー生活を紹介するとかなんかね。 ま、日本ではあまりうまくいってないみたい。だって日本人が、あの、親に、あなたの子供本当にゲイとかあなた子供本当にトランスェンターで,で、向こうの圧力が、出を許さないと自殺する。結構圧力するんですよ。これ学校の先生でも、医師さんでも。で、これ反対の医師だったら、アメリカで結構首になってますよ。Oh. 製薬会社が病院の方とかなんか結構寄付するから、じゃあその金入るから、その反対の先生だ、医者さんだったら首。結構アメリカも進んでますよ。うんその LGBT 私結構勉強してるから結構これやる。だからアメリカでこれみたいな本は出版できないかもしれない。まだそういう本が出版できるだけ多少まだ日本の方がマシと。 まだ日本がまし。まだ日本がまし。だんだんアメリカ人も結構右。で、これ本当にアメリカ人のだすごい少さ、少ないんですよ。この数一1割もいないんですよ。こういうのを、ちゃんとそういう活動を信じてるけれど、うんあの政府をコントロールしてるんですよ。支配してるんですよ。民主党完璧そうですよ。カマーナ・ヘレスのなんか大統領の候補、副大統領候補、ごのんなティーン・ワー。彼の有名な話はね、 こと学校に男性トイレ、うん、あの、生理用品を出してるよ。は生理用品、担保。はあ、はえ、あ、それで、子供たちが自分で、高校生が自分で、何を使うの男なんかね。男はでも自分のアイデンティティがゲイだから。はあ、おかしいんですよ、これ。おかしい。もう本当におかしいですよ。だから、そう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 ,そう、オッケー。 あ、おなぎさんして私、結婚式ボクシのバイトしてるでしょうん、はい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 。あの、昔ね、あの、聖夜の督ね。はい。Man and woman to give Do you take this man to be your husband? うん。カルフォルニアは違反ですよ、その言葉。えー、ええー、ぇスパウス言うな、配偶者言わないと。はあ、だから私は、目の前に Man to Woman 見る、見えるとか思ってたら、いや、わかんないよ。 だから、配偶者と配偶者と言わないと。はあ。もう今、いろいろなところで、それ変ってかなんかね。それすぐ、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチ、ヘイトスピーチとかなんかね。夫とか妻とかって言う言い方しただけで、ヘイトスピーチって言われる。ね、だから、今のアメリカ大使も、もう、まもなくアメリカに帰るか早く帰れ、早く帰れ、ね、今におっさんね。<laughs> うん、あの、LGBT 法案がすごい圧力をかけたんですよ。はい,はいはい。これは革命的ですよ。うん。 最悪の革命的です。でも、だんだん右の方、今起こってる。だから、トランプも大人気。うん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 。もうトランプ大人気ね。で、暗殺未遂結構してますよ。ありますね、はい。昔4つしてる。え、もう4回になるの ?2 回までは日本でも報道されてるけど、まだあと2つある二回目は、その、ペンスベニアュの集会。ええー。もう、耳でグトライ。れこ,こね。はい。はい。もう一つは、ゴルフコース。 ゴルフコースで、あの、フロリダ州で、で、それがあったんですよ。その銃を持ってた人が、ゴルフコースに侵入されて、シークレットサービスで、パンパンパンってあったんですよ。で、彼も捕まって。はあ。ゴルフ、もう一つは、うん、あの、はい、ニューヨーク州、ニューヨーク州の、あの、ロングアイランというかなんか、あの、ニューヨークーの東、長市もあるね。はい。特の集会で、あの、始まる前に、 始まり、警察が巡回してると、犬。犬がある車の中に爆発物を見つかって、<お>その車を持ってる人が握った。そう<ー>。もう一つが、これが9月の真ん中ね、うん、えっと、エロゾナ州、トゥーサン。はい。で、あの、大会が建物の中で,、はい、で、トランプ入り口の近くに、あの、大会が終わって、20人ぐらいの、なんか変な病気。 顔が腫れてるめめ、目をよく見えない、頭がフルフルになってて、20人がいたんですよ。1カ、うん、所で座ってて。うんうん、なんか火薬使ったんじゃないかな、とか,なんか、ね、誰かが。うん、うん。で、これ、あの、マット・ゲンスっていうのが、フォーリッシュの議員が今宣言してますよ。はい、あの、私はホームランセキュリティでお話しして、ホームセキュリティが5つのトランプ暗殺チームがアメリカに回ってます。 海外が3つ、ウクライナ1つ、イラン1つ、パキスタン1つ、あと2つがアメリカで国内で,で。もちろん、これイラン政府が作っているかどうかわからないけれど、政府作っているかわからないけれど、ウクライナ政府多分作っているでしょ <laughs> う。まあ、可能性ありますよね。ねでもさあの、今本当にアメリカが本当にばらばら崩壊中ですよ。 トランプは候補者前に不法移民の強制送還しますよ。大統領がってから。はい、はい、はい。あ彼が最近、バイ、あの、ヘルスと討論の時に、これも言いましたよ。周兵も使う。うん、うん、うん、うん。周兵は何ですか周兵は実は軍隊ですよ。うん、これ級の、EQ の予備です、うんえ。普通の街に、自分の家に住んでるけれど、 国が読んだらもう行けなければならない。やっぱり計算さで耐えない。私も周辺も耐えないと思う。やっぱり現役の軍隊の部隊も使わないと。はい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 。だから結構武装持ってますよ。このゲームの方とかなんかん結構怖いんですよ。怖いですよね。え犯罪ばっかりやってると普通のビジネスもできない。そのゲーム今だんだん私も、あの前の本も あの、予言してるけど、大投資の然もないから、郊外の方に拡大してます。ああ、そうですよね。ね。郊外も拡大してます。アメリカで生活すると危ないし、危険でし、で、それ、インフレがすごいとかなんか、で、こういう不合意目にね、だいたい好き、一人当たり5000ドル、5000ドル上げてる。携帯も上げるとか,なんかね。で、 5, ドル国の中でも主力国、住めるところもある。はい。もある。はい。はい、で、一応民主党の計画は、あの、みんな利用して、あの、トランプの反対に投票する。はい。もう、すぐ投票権渡して。だから、アメリカ席がないと、国民じゃないと投票できないでしょ、もちろん、選挙で。うん。でもね、それすぐできるようにします。 5000ドルって言ったら日本円にしたら75万円ぐらいでしょそう、毎月。毎月75万円、不法移民が毎月75万円もらって、優雅でリッチで贅沢な暮らしをして、楽しんで、ね、で、ついでに選挙権までもらって、で、自分たちに都合のいい政治家を選んでいく。ますますおかしくなるじゃないですか。そう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 。で、アメリカという国がそれで終わりですよ。終わりですよ。 ね。でも、今に、日本に、日本とアメリカっていうのは、本当にこう、まあ、大の中石というか、うん、二人三脚でやってきてるよ,ようなところもあったわけですから、うん、アメリカが終わるってことは、日本も終わっちゃいますよね。OK。だから結構、日本とつぬがってる会社あるでしょ。で、それでアメリカも終わると、その会社はどうするってことかなんかね。えー、ということで、本当に今、アメリカが崩壊しつつあるというお話を先生から伺いました。で、 そうなってくると、アメリカと日本の関係っていうのは非常に深い関係があるわけですから、日本にも大きな影響が及んでくるということで、はい、この続きのお話はですね、次回、また先生から詳しくお願いたいと思います。この本の中でも、私は、例えば自衛隊の話、どうするこれは、縦政策。縦。ローマ帝国軍,軍が右手が刀、左が腕が縦。日本が盾いいです。アメリカが縦になる。うん。 そういう話もあるし、あと、社会的に日本の社会の中でどうするとか,なんかね、いろいろ話あります。はい。えー、ということで、今回、マック先生、本当に貴重なお話をありがとうございました。いや、こっちらこそありがとうございました。えー、このチャンネルでは番組の始まりと最後に、いつも、ありがとう、日本というのをさせていただいております。よろしかったら、ぜひご一緒に。<Okay. S 1> では、いきます。はい、ありがとう、とう日本,日本はい、ありがとうございました。おう、ありがとうございました。 では次回。はい。はい